香るに行きますね。まず45度よりも寝かせ気味に払いますね。この払いの、2倍強ぐらいですね。2倍よりちょっと長いぐらいで横の線を書きます。そしたら縦を上よりも下を長くで持ってきてください。そしたら45度で左右を払います。こちらも同じ45度で位置も合わせて払いますね。そしたらその下に、縦縄の比を書きます。縦よりも横を短くで、同じ角度できたら真ん中に間隔一緒にして真横に閉じます。